こんにちは、アスカです、はい、最近もまた太ったように感じられます。アスカです。肌の調子はいいんですけど、はい、今日はですね、くしゃみ出そう。かわいい涙袋の描き方についてお腹なっちゃいました。かわいい涙袋の描き方を学びます。眠いわけじゃありません。普段の私はこんな喋り方です。知ってますよね。じゃあスタート。はい、まずコンシーラーで、ご存知の通りクマがすごいので隠しそうです。私クマがすごいんでね、力半分だけします。隠していきます。あ、怖い。隠しましたら、白いシャドウでここを塗るそうです。ここを塗りすぎたら、最後になんとアイライナーで目元を引いて、あ、これをぼかしていくそうです。この辺にくるくるって描きたくなる。はい、失敗したんで別のやり方で頑張ってみます。眉毛描くやつで線を引いて、ちょっとぼかして、白色のアイシャドウでこう、はい、いかがでしょうか。こっちが目立ってる。面白い。でもなんか気合い入れてノーズシャドウもしようと思ったらこうなった。眉毛はいいけどノーズシャドウも気合い入れて描こうと思ったらこうなった。まだまだ勉強不足。バイバイ。